こんにちは。今日はですね、今土曜日の12時45分です。先ほどまで、午前中は部活支援ですね、富田林中学の女子テニス部の支援をしていました。で、午前、ウォーミングアップから始まりまして、最初は素振りからですね、今日はやってもらいました。素振りから、そして手出し、球出しで、ダブルスのメニューをですね、ちょっとやってあげまして、で、その後は1時間体幹トレーニングですね。ということで、先ほど部活支援が終わって、ご飯をですね、ちょっと食べまして、で、今食後のちょっとした運動兼ねてワークトークやってます。で、ご飯食べた後ね、じっとしてるのが良くないんですよね。ですから、ちょっとこう用事をするというか、体を、そんな運動じゃなくて、体をね、ちょっとこう使う作業をするようにして、血糖値をできるだけ上げないようにする工夫があるということで、今コート整備し始めました。で、今日は部活支援つくづく思ったんですけども、去年まで小学校6年生だったとかね、中学2年生とか、まだまだこう、なんて言うんでしょうかね、古臭い言葉で言えば白いキャンバスみたいな感じなんですよね。ですから、何も知らないのは当たり前なんですけども、やっぱこう我々が指導する内容によって、その子たちが変わっていったりしますんで、なんかナーバスやなと思いましたね。慎重にというか、なんかこうやってあげないといけないなと。で、我々が発した言葉とかね、取った行動が全て今の彼女たちの基本を作り上げていくんで、なんかもうちょっとこう、真剣なんですけども、いろいろ体験させてあげたいなという気持ちがさらに強くなりましたね。ですから、今日は、一瞬パッと思ったので、普通の練習よりもダブルスのそういうメニューをしてあげたり、それから今日は使う予定ではなかったんですが、マシンをちょっと用意しまして、マシンの練習をちょっとやってもらいました。で、なかなかね、普段体幹トレーニングなんてあんまりしませんので、今日は即興でちょっと山田トレーナーに言って、ちょっと体幹トレーニングをやってあげたいんだけどもということで、今日は体幹トレーニングをしていただきました。初めてやることばかりなので、みんな楽しんで喜んでやってたんですけどね。で、今度来た時はちょっと外を走ってみないかというね、提案をしました。そしたら2年生は結構やる気満々で、分かりましたみたいな感じだったんですけども、1年生はちょっと不安そうな顔してましたね。ですから、ちょっと距離を短くして、で、みんなでね、ちょっとゆっくり走りながらトレーニングをちょっとトライしてみたいなということを伝えて、多分次は第3回目、11月の2週目ですかね、の土曜日になると思うんですが、これはもう継続でやっぱずっとやっていきたいなというふうに考えているんで、引き続き部活支援やっていきます。で、明日はですね、日曜日、上宮大使の高校生の男子ね、部活支援ということで、ジュニアと一緒に混ざって練習することになると思います。で、これも初めて来る学校なんですけども、定期的に月1回とかね、月2回できたらいいなと。で、いずれは、みんなと一緒にですね、合流で合同の練習会を開いたり、マッチ練習会をやってみたり、あとは
まあ、テニスをした後ですね、みんなでちょっとあれもしてみようかこれもしてみようかというようなテニスを通じて何かできることがあると思うんで、まあ、それをちょっとやっていきたいなというふうに考えています。でこれもまあ全てこれまでねワックで取り組んできた、例えばみんなで登山行ったり、川遊び行ったりしてきたんで、まあ、そういうのを、まあ、いろんな、今の子どもたちに体験してもらいたいなというふうにちょっと考えてるわけですね。なんかあれやな、今日のコート整備はやっぱちょっとこうちっちゃいこう砂利みたいなのが多いですね。やっぱ外でいろんな取り組みやってる、まあ、人たちが入るとですね、靴の裏についたものが全部ここで落とされていきますんで、ちょっと砂利系が多いかな。ですね、ということで部活支援は継続でやっていきたいなと思います。で今日は、朝からまたバタバタしてましたね。キリさんが朝練マシーンでやってました。で堺市オープンのミックスダブルスがあるんですかね、今日ハードワーカーと森とっちが練習に朝練で来てまして、であんまり森とっちが来た時はテニスの話はしないんですけども、まあ、偶然ちょっとまあ時間があったんで練習風景をちょっと見ていたら、まあ、こういう風にしたいんですけどどうなんでしょうかねみたいなことをまあ質問されまして、まあ、こういう風に知ってるんですけどね僕はみたいな話でちょっと初めて、テニスの話をしました。森とっちと、森とっち上手いんであんまアドバイスすることないのかなと思ったんですけどね、やっぱりなんかこう課題があるみたい であんまりミックスダブルスとか男子の球を受けたことなくて、スピンのかかったボールね急にふわっと落ちるじゃないですか、あのボールをどうやってさばいたらいいかという、ね、まあそういう素朴な質問やったんですけども、私はですね面の上にボールを乗せるような感じなんで回転のかかったボールって弾きやすいんですよね。だからその回転に負けないようにするには力を加えるか、もしくはその回転を殺す、当て方、ボールと面の当て方ってあると思うんで、まあ、それをうまく使って返すようにしてるんですけどね、まあ、スピンのボールよりも僕はですねどちらかというとスライスのかかったボールの方がちょっとね難しいなと思っています。まあ、スピンはこれまでね返してきてるんでいろいろだからそんなに難しくはないんですけども、スライスの緩いボールがどうしてもねなんかこう面に食いついて離れない感じがして、たまにそういう簡単なボールなんですけどもミスってしまうことがあります。だから今度ちょっと森とっちと一緒に練習してみたいなと思うんですよね。だからまあハードワーカーと森とっちと私とまあキリさんですかね、やっぱりキリさんとまあダブルスやってみたりちょっとしてみたいなと思いますね。まああんまり最近練習してる言うたってもうキリさんとしかラリーしてないんで、キリさんの球もだいぶ慣れてきたんでね、まあ、ちょっと今度一回ゲームでもやったらどうなるかなと。ただまあ体がやっぱ動かないんで、それは普通に試合はできると思うんですけども、やっぱりそのゲームを取得するとか練習するとかね、いろいろ考えてするといろんな不具合が
体的な不具合が多いんで、それがちょっと心配というか、なかなか難しいですよね、この年になってきたら。だからいかに、体に負担をかけずにプレーするかいうことがすごい大事になってくるんで、だから今回堺市オープンに茂江さんね、清風高校の一つ上の先輩が一般で出てるんですけども、めっちゃ頑張ってんなと思って、でそれをキリさんがどうにかして勝ちたいみたいなこと言ってるんですよね。だからうまさがあるんで、どうなるのかなと思いますけどね。多分今でもうまいんやろな。で茂江さんは昔あの清風高校の時にめちゃくちゃお世話になってまして、あのいつもですね、練習に誘ってくれてすごい可愛がってくれたんですよね。ですから清風で実力が上がったのは、まあ多少やっぱその自分でいっぱい練習したいのもあるんですけども、だいぶ茂江さんに助けられてたなと思いますね、今考えたら。なかなか今は試合会場に行けてないんで会うこともないんですけども、まあ会った時はね、最近どうですかみたいな話はするんですけど、まあ今は先輩後輩の関係もあるし、まあ一応ね、まあライバルというか指導者としてお互い切磋琢磨してるんで、ちょっと探り合いの会話の部分もあるかなと思ってるんですけどね、まあ、あんまり先輩に対してはねそういうことしたくないんで、まあそのまま打ち明けてるんですけども、その時感じたことを話してるんですけど、まあまた先輩たちとね一回ちょっとテニスでもしてみたいなとは思いますけども、まあ、それはなんか試合に出たりとかっていうそういうことじゃなくて、ただ単にテニスがしてみたいということですよね。しゃあ、ということで大体ですね、ちょっと綺麗にできましたね。なんかやっぱ今日ほんまに砂利が多いのかな。でこのマシーンはやっぱり1台ちょっとやっぱり機械なんで壊れてはないんですけども、なんて言うんでしょうかね、あるネジが歪んでるせいでうまく球が出ないというね、ちょっと不具合が出だしだした。まあでもちょうど11月ぐらいに納品されてて、1年間の、まあ、保証期間があるんで、まあ、それでちょっと対応したいなと思います。だから今日はちょっと早速お昼ね、それを忘れないようにちょっとメール送って対応してもらうようにしようかなと思ってます。ということで今日もグダグダと喋りながらコート整備終わりました。だからまめにねちょっと掃除してると、掃除もそんなに難しくないんで大変ではないんで、まあ継続でワークトークも続けていきたいなと思います。で明日はまた部活支援があるんでね、どこまでその映像を撮るか撮れるかどうかわからないんですが、今日のこともちょっとだけ流せると思いますんで、また、違う配信でやっていきたいなと思います。ということで今日も午後一般レッスン頑張りたいと思います。それでは。